はい、まんまことです。今回はね、街中をね、ラジオを聞いて歩いたところ、韓国のね、電波をくっきり綺麗なクリアな音に聞こえる場所を発見しました。はい、聞こえるかな？あれですね、カメラ近づけると反応しちゃいますね。聞こえないかもしれませんが、かなり韓国の声です。はい、以上です。ありがとうございました。はいね。またね、見てください。結構ね、クリアな音声に聞こえるんで。多分ね、平常放送ですかね。あれですね。まあ、近くにね、電波塔があるんですが、見えるかな？わかんない。いや、まあ、いいか。じゃあね、ちょっとね、韓国の電波見つけるということで、この辺ちょっとね、色づいてみましょうか。特にね、まあね、韓国の電波ということで、やっぱ一部分だけですかね。まあここですがね、今の時間、韓国の放送っていうのはまあね、噂というかあれなんですけど、時間がね過ぎることに、なんか周波数が変わるんですかね、そういう放送なので、中国かな。あ、でもさすがに中国のはね、ブースターとかの関係上あれなんで、じゃあ今回は音声消して。まあね、今回はね、こういうね、グダグダというか、かつなんか、そういうね、ラジオをね、聞くという回だったんですが、まあね、とりあえず、まあね、ここね、正直言うとね、まあ、僕のチャンネルのね、説明欄というか、所在地を見ていただくとわかるように、まあね、ここ愛知なんですけど、まあ愛知県でも、まあね、こういう、ね、ラジオ、普通のね、安物のね、もう裏壊れてるんですよ、これ本当は。こういうラジオでも、まあね、韓国かね、中国か、あっちの方のね、まあ、ラジオが聞けるということが分かりました。はい、じゃあね、まあね、そろそろね、この辺で、切らせていただきます。はいね、ご視聴ありがとうございました。はいね、また見てください。まあ、いくつかね、まあね、タイム取りというかしてるんで、まあね、次は、まあ、ぷよぷよでも出していこうかなと思うんで、はい、またね、次のぷよぷよもね、本編はね、そういうゲームとかなんで、そちらの方もご視聴ください。はいね、今回はご視聴ありがとうございました。はい、じゃあまた見てください。じゃあね。